こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。欠陥が絶えなく相次いで自動車火災を起こし爆発事故を乱発させているヒュンダイ自動車や労組に牛耳られ撤退も示唆されている GM など下り坂の韓国自動車業界ですが、韓国サンヨン自動車も倒産するようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。インド現地メディアによると、マヒンドラ社長はオンライン記者懇談会を開き、来週中に投資家との取引条件を結論付けたいと述べた。これに先立って裁判所が受け入れたサンヨン社の自主的な構造調整支援 ARS プログラムを受け、再生手続きの開始である1月28日前までに持ち分売却を完了するという立場だ。コエンカ社長は、取引が不調に終わった場合、ソウリュウ自派法廷管理を受けることになり、経営権も裁判所が所有するとし、取引が実現すれば、新たな投資家が大株主になり、マヒンドラは、ソウリュウ自株の 30% 以下を保有することになると述べた。さらに、コエンカ社長は、インド中央銀行の規定に基づき、25% の減資を行う計画だと明らかにした。現在マヒンドラはサンヨン社の持ち分 74.7% を所有している。ただ当日コエンカ社長は新しい投資家が誰なのかについては触れなかった。マヒンドラはソウリュウ社売却発表後、米国の自動車流通会社 HAH と交渉を行ってきた。しかし自国企業の海外保有持ち分売却時の制限線を設けているインド当局の規制のため結論を出せずにいる。アニシ・シャマヒンドラ CFO 最高財務責任者も、我々は投資者がソウリュウ社の経営権を引き継ぐことを望んでいるとし、もし不発に終わった場合事前パッケージ改正手続きを踏むことになり、他のオプションもあり得るが今回の会計年度が終わる前に大株主の地位を中断すると述べた。それではネットの反応です。サンヨンついに消えるんだね。率直に言ってサンヨン社救済不能、再生可能性ゼロ。未来は電気自動車水素自動車なのだが、すでにサンヨンはついていけない、すでに会社不能の会社であればいくら投資しても再生不可能な会社だ。現代キア、造船重工業など強行労組、国民のおかげで生きていることを感謝しろ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。